白バラは赤に染まるか。プレイしていきます。年、9月7日、夕刊。見出し、夫妻惨殺事件、怨恨か、強盗目的か。9月7日早朝、閑静な住宅街に激震が走った。被害者は、〇〇地方、菱形市に住む、ルクト夫妻。一家の仲の良さは、和は周辺でも有名なほどで、人付き合いも良かったという。夫妻を知る住民は、あの人たちが恨まれるようなことは想像がつかない。面倒見が良い、気さくないい人たちだった。まだ信じられない、と語った。ルクト氏は2階にある寝室の扉付近で倒れており、周囲には大量の血痕がこびりついていた。死因は、背面から切りつけられたことによる失血死。妻であるエミリーは1階の居間で胸部をめった刺しにされていたが、直接の死因は階段を落ちた際に頭部を強打したことと見られている。それって亡くなった後にめった刺しにされたっていうことなのかな。だとしたら相当恨みは深そうだけど、逆かな。胸を刺されたことに対しては絶命はしなかったけど、その後階段から落ちた。かな。まあ、どっちにせよね。エミリーの足裏には夫の血が付着しており、犯人は寝室に侵入し、ルクト氏を殺害後、逃げる妻を追いかけて殺害したことが分かっている。広い廊下に点々と続く赤い足跡が、事件の悲惨さを物語るが、奇妙なことに、夫妻の悲鳴を聞いた住民はいないという。捜査にあたる警察は、他の住宅から少しばかり距離のあるルクト家からでは、相当な大声を出さなければ声は届かず、深夜の凶行であったことから発見が遅れたと見解を示した。また、家の周囲には視界を遮る木々が生い茂る。自然豊かな、のどかで心は休まる風景だが、こうした立地も犯行に選ばれた理由かもしれない。なお、夫妻の一人娘は現在行方不明。警察は誘拐も視野に捜査を続けている。ここから出なければ。というわけで始まりました。主人公かな。セーブとロードと、おや、目を開けるね。いや、別にいいんだけども。うん、とてもいいセーブだね。なんかこう、随分と潔のいいメニュー画面だね。セーブとロードの。アイテムとか特になしか。もっと別にね、したいわけじゃないんだ。じゃあやっていきましょうか。さて、ここは事件現場かな。ベッドは乾いた血がついているようだ。っていうと、この子が犯人？これってさっきの夫妻の娘かな。いや、そうとも限らないんだが、時計は止まっておる。すごいね、天井まで血飛んでるね。外は暗い。ここは3階のだ。飛び降りるのは無理そう。いや、3階ならまあ着地の仕方によっては足折るぐらいで済むかもわからんが、シミが多くて読めない。お酒のようだ。ラベルは汚れていて読めない。ん？その夫妻の家っていうにしては古い本、シミがすごいっていうのはどうにも消せないね。閉まっている。これが足跡。随分といろいろ迂回した感じはするけど、鍵がかかってきて出られない。おっと、積んだかな。別の方法を探そう。何か方法はないのか。別の方法か。やっぱり、ベランダから飛び降りるしかないんじゃないですか。ここから下の階に降りれれば。何か下に垂らせるものを探そう。下に垂らすといえばやはり、シーツかね。カーテンでもいいかもしれないが。しっかりと固定されていて外せない。長く垂らしそうなものはあるだろうか。何か同じような、布、シーツを使えば、まあ、ベタっちゃベタだね。
家出とかでもよく使われる手法かな。いや、漫画とかでしか見たことないけど。この子は、ほんと、マジで、何をどうして脱出しようとしてるの？シーツが破けてしまった。シーツを失った。命は、失われなかったようですね。え、これギリ間に合ったってことか。3階から2階に降りてきたのかな？わからんけれども。まあ、行こうか。セーブを一応細かくしておけばね。うん、いいセーブなんじゃないかな。ちょっと状況がね、あまりにも読めなさすぎるんだ。空いてるようだ。階段へ向かった方がいいだろう。階段ってどこ？誰かがこちらへ向かってくる。どこかへ隠れなければ。隠れ。別にカウントダウンが始まるってわけでもないし。まあさすがに無理か。こう。いや、なんかここに行けって言われてるような気がして。なんだか尺だな。後ろから何者かに襲われた。気が遠くなる。まあ、いた仕方なしか。この部屋に隠れよう。どっかに隠れなければ。あ、カウントダウンが始まった。こういう時は大概棚の中だよね。ここに隠れよう。強い力で腕を掴む。これギリギリ間に合わなかったのか。確かこの辺りに。ああ、ここだ。そろそろあれの様子でも見に行った。出て行ったようだ。随分とまあ的確で明確な独り言だったな。相手はゲーム実況者かな。こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、女の子を追いかけていきたいと思います。さて、どこに行ったんでしょうね。そろそろ我の様子も見に行きますか。アホみたい。運年5月14日朝刊。見出し、連続誘拐事件、未だ収束の気配を見せる。未成年の誘拐事件が連日世間を賑わしている。遡れば、昨年1月にはすでに事件は起きていた。ことが明るみに出たのは、一人の少年の死体が発見されたことに端を発する。4月18日、早朝に発見された門輪バリテ、当時7歳。お、だいぶ小さいな。門輪は〇〇地方の初等学校に通っていた。好奇心旺盛な性格で、特に思い悩んでいた様子もなかったという。丸抜地方の森林で発見された遺体は、死後一月ほど経過しており、まだ冷え込む季節柄、腐敗こそひどくはなかったが、一部欠損が見られた。だが、司法解剖の結果、死因は頭部の強打で、あくまで欠損は死後につけられたものであった。損傷から見て、森の野生動物にかじられた線が濃厚とされている。なお、警察はカダーが誘拐事件の被害者であったことも明かした。カダーの件以前にも同様の犯行が恒常的に行われていた可能性がある一方で、身の代金の要求や犯行声明などはなく、また犯行に統一性がないため捜査は困難を極めている。おー、快楽殺人かな。誘拐っていうのはどうにも消せないけれども、仮感覚で楽しんでいた可能性はある。主人公もその被害者かな。星の王子様、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリによるフランス児童文学作品。家にあるものと同じ本だ。懐かしい。本棚のどこにあっただろう。帰ったら探してみよう。帰れたら、ね。子供の、お、こと茶だ。人形が雑に並べられている。鋭いナイフがいくつか入っていた。一つ持っていこう。お、ナイフか。明確にアイテムをしっかり手に入れたか。
そうだ、アイテム手に入れても別に、アイテム欄があるわけじゃないのか。とりあえずセーブはしておくけれど。まあいいや。これでどこに行ったかわからんが、下に行けるようになってるか。広いなあ、ここは。誘拐された後なのかな？やっぱ実家なのかな？身なりは良さそうだもんね、この子ね。引き出しは開かない、開かない。ここは、そうかな。物が多くて先に進めない。随分と雑多だな。先に進めない。派手なドレスがいくつも吊り下がっている。父様は私と母様を着飾らせるのが好きだった。何を身につけても、いつも、よく似合ってるよ、というものだから、母様を怒らせていたっけ。だけど、私には特に白を着せるのがお好きだった。白バラの精のようだ。僕たちの同性さん、なんて言って。父ちゃん、ちょっと、キモくない？なんか、娘に嫌われそうな感じ。同じ年の頃の母様にそっくりだって、嬉しそうに笑うから、私のサマードレスはいつも白だ、と思ったらただののろけだったが、まあ、夫婦仲がよろしくて、いい子って。不思議の国のアリス。ルイス・キャロルが書いた著名な英国、児童文学作品。また、ナンセンス文学としても名高い。好きな本だ。文字が読めない小さな頃は、音が面白くて、寝る前になると読んでほしいと、何度も母様に願った。ハートの女王がバラを赤くするシーン、ように命じるシーンが恐ろしくも、挿絵の赤バラの美しさに目を奪われた思い出がある。しかし残念ながらこれは違う版だ。違う版、まあいろんなバージョンあるよね。何度も言うが私は、アリスのイメージはヤンシュバンクマイヤーだからね。これは新聞、あ、この新聞か。XXY 年、1月30日夕刊、投稿欄、あの子はどこ？地元の生産工場で働くしがない主婦です。夫を早くに亡くし、それからは何もかもが必死で、闇雲に走り続けてきた10年間でした。それは主婦なんだろうか。専業じゃないだけで、まあ主婦は主婦か。そんな私には今年で9歳になる夫の忘れがたみの大事な一人娘がいます。夫によく似た若草色の瞳が可愛い。真面目で素直な子で、幼いながらに仕事で遅くなる私を気遣っては、学校帰りに寄り道もせず、家の細々としたことをしてくれるような。本当に優しい子です。そんなの子が3日前から家に帰ってこないのです。警察は家庭状況を聞いて難しい年頃だからと、まともに取り合ってくれません。まだ3日だと。もう少し様子を見ろと、私にはとてもそうは思えない。もう3日なんです。あの子が3日帰ってこないんです。こんな凍えるような寒さの中、どこにいるの？ああ、かわいいアンナ。ちゃんと暖かくしてる？お腹は空いてない？世界中どこに立って構わないから、どうか無事に帰ってきて。新聞、やっぱ誘拐の話か。仮にここが誘拐犯の拠点だったとして、なんだ、誘拐の事件の記事とか集めて、世間賑わせるぜ、俺、みたいな優越感に浸ってるとかな。まあ、それはそれで本当いい性格してやがるけど。こっちもなんか倉庫多いな。進めない、そうだね。巻物、特に何もなし。本は調べても意味はなし。なしなし。これも新聞か。見出し、足跡を追えず家出か誘拐か。また少年の行方不明者が出た。近頃未成年の行方不明者、不明事例が頻発している。だが、未成年が行方知れずになるのは、実はそう珍しいことではない。昨年のデータでは、未成年が行方不明になる事例は、年に、件、うち、件が、自分の意思でもって所在を明らかにしない、いわゆる家出であったとされる。家出後に深刻な犯罪に巻き込まれる可能性も高く、こちらも看過できる事案ではないが、最近の行方不明、ごめんなさい。ちょっと、音声カットというか、音声途切れてた。なんでだろう。
警察は同一犯による誘拐事件も視野に捜査を開始していることを明かした。誘拐は全然解決できてない。これが何年前なのかっていうのが明確にわからんのよな。薬品が並んでいる、触らないで置こう。これが向いてる方向と違う方向でも調べたら、そっちに吸い寄せられちゃうんだよな。何言ってんのかわかんないと思いますけど、プレイしたらちょっとわかると思う。ここはまたか。こっち、いや、広いな。これ同じ場所かな、もしかして。あ、なんか、同じとこに繋がってるだけっぽいな。あ、そうだ。あ、ここに入れるようになってんな。ここはですね、さっき隠れたクローゼットのある部屋の一つ上ですね。さっきのイベントを見た後入れるようになったのか、どうなのか。古びた本がある。サンドリオン、シンデレラのフランス語表記、シャルル・ペロー版。美しい挿絵が目に飛び込んでくる大判の絵本だ。装飾も凝っている。重くて読んでいるうちに腕が上がらなくなりそうだ。あー、ハードカバーとかそういうことありそうだよね。電車の中で読んでる人とかすごいと思うわ。単純に酔わないの羨ましい。三つの欄がある。左から順に人名、人名、金額が記されている。何かの取引の証拠だろうか。人身売買か。いやでもそうするとさっき死体で見つかった少年の話がよくわかんなくなるね。臓器とかかな。いや、あれか？狩りの獲物を提供してるとかなのかな。いや、どうだろう。人身売買してその後のことは知ったこっちゃないか、誘拐犯は。一番左の欄の名前は私でも知っているような名だたる富豪や事業家ばかりだ。真ん中の欄の一番上にはカダーバリテとある。一番下は真ん中だけが先に埋まっており、左右は空欄だ。真ん中に記されているローズ・ルクト、私の名前だ。あー、ルクトってと、やっぱ最初のオープニング、プロローグに出てた夫妻の娘か。左右はこう、やっぱ買い手と買われた金額とかなのかな。しっかり帳簿をつけてんの。まあ、しっかりつってもこんな無造作に置いとくなんね。よくわからない液体が満たされた容器だ。これね、なんか実験？臓器か？やっぱ臓器の場合は？いや、わかんねえ。何してんのか何がしたいのか、やっぱわかんねえわ。先に進めそうにない。無造作に物が散らばっている。ここはちょうどドアからの死角だ。隠れていてもバレなそう。あ、ここに隠れることもできたのかな？ちょうどいい隙間だ。あ、ちょうどいい隙間。あ、私もすっぽり収まりたいね。ここはもうこれ以上何もないか。時々起こってる絵本は何なんだろうな。まあいいか。あとはさらに下へ。玄関がある。上から大きな音がした。男の怒鳴り声が聞こえる。こちらへ向かってきてるようだ。どうしよう。お、なんか、随分と余裕だね。どうしようか。向かい音か。ちょっとカットして先に逃げましょうか。向かい撃つとね、向かい撃っちゃったんですよね。
随分と余裕だね。どうしようか。迎えようとか。私にはまだ、やらなきゃいけないことがある。隠れなきゃ。父様、母様。そう、逃げられたか。え、で、こっちに隠れたの？